長崎県怪談話へようこそ。島原の乱、後の亡霊島原氏で語り継がれる恐怖の真相を探る長崎県島原氏。ここはかつて島原の乱の激戦地として知られ、今も古い歴史を色濃く残しています。市内には戦いで亡くなった無数の武士や民衆の亡霊がさまよっているという噂が絶えません。特に夜になると古戦場や古い寺院、廃墟となった建物から奇妙な声や物音が聞こえると言われています。これらの話は地元の人々の間では真実として語り継がれており、観光客の間でも興味深い怖い話として知られています。この怪談湾の舞台となる具体的な場所や出来事を細かく描写します。例えば、ある夜勇気を出して古戦場を訪れた若者たちが体験した不思議な出来事。彼らは突然古戦場の周辺で戦いの音や叫び声を聞き、影が動いているのを目撃しました。しかし近づくとそこには何もいないという。またある古い寺院では夜ごとに僧侶の姿をした幽霊が現れるとも伝えられています。これらの話は怖さを増幅させ、聞く者に深い恐怖を感じさせます。これらの怪談話がただの創作や誇張に過ぎないと主張する人々の意見を取り上げます。科学的な視点からこれらの現象を合理的に説明しようとする試みや、地元の歴史を深く研究した専門家による歴史的背景の解説などが含まれます。彼らはこれらの怪談話はあくまで地元の伝承に過ぎず、実際の超自然現象とは無関係だと考えています。これらの怪談話が真実か幻かを問いかけます。歴史の裏側に隠された真実は何なのか、そしてこれらの話が地元の文化や伝統にどのように影響を与えているのかを考察します。この物語の最も重要なポイントは、これらの怪談話が単なる話ではなく、地域の歴史や文化の一部であるということです。島原氏の怪談話は多くの人々を魅了し続けています。観光客はもちろん、地元の人々もこれらの話に新たな興味を持ち、自らの体験談を語る機会を求めています。結局のところ、これらの怪談話が真実かどうかは訪れた人々の感受性や信念によるものかもしれません。しかし一つ確かなことは、島原の乱後の亡霊の話は今も私たちの心を引きつけ、恐怖と興味を同時に喚起する力を持っているということです。最後までご視聴ありがとうございました。次は出島の白い影、長崎市の歴史的謎に迫るです。お楽しみに。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。